スベン・オット家は、ドイツ人の元プロボクサー。ベルリン・シュパンダーク出身。元 WBA、IBF 世界、スーパーミドル級、スーパー王者で、IBF 世界スーパーミドル級王者在位期間に、最多防衛記録として21度防衛した。また、プロ戦績は34戦34勝と生涯、無敗を貫いた。1987年、イタリアで開催された。 ヨーロッパアマチュアボクシング選手権にミドル級で出場するも2回戦で敗退。1988年、韓国で開催されたソウルオリンピックにミドル級で出場するも準々決勝で敗退。1989年、ソビート連邦で開催された世界ボクシング選手権にミドル級で出場し、準決勝で敗れ同メダルを獲得。1989年、 ギリシャで開催されたヨーロッパアマチュアボクシング選手権にミドル級で出場するも1回戦で敗退。1991年、スウェーデンで開催されたヨーロッパアマチュアボクシング選手権にミドル級で出場し優勝を果たす。同年、オーストラリアで開催された世界ボクシング選手権にミドル級で出場するも2回戦で敗退。1992年、 スペインで開催されたバルセロナオリンピックにミドル級で出場するも準々決勝で敗退。1993年トルコで開催されたヨーロッパアマチュアボクシング選手権にライトヘビー級で出場するが準決勝で敗退。1996年デンマークで開催されたヨーロッパアマチュアボクシング選手権にミドル級で出場。決勝でゾルトエルデイを破り優勝した。 同年、アメリカで開催されたアトランタオリンピックにミドル級で出場するも2回戦で敗退。アマチュア時代の戦績は256勝47敗5分。1997年3月22日、29歳と遅いプロデビュー戦を 6R 判定勝ちで飾る。同年、12月13日には、ゥッセルドルーフでドイツライトヘビー級王者、 アリサイデを10回判定で下し王座獲得に成功した。1998年5月30日、WBC インターコンチネンタルライトヘビー級王者、アジミール・ボイノビッチと対戦し12回3から0の判定勝ちし王座を獲得。1998年10月24日、IBF 世界スーパーミドル級王者、 チャールズ・ブルワーと対戦し12回2から1の判定で、競り勝ち、初の世界タイトルを獲得した。1999年2月27日、ジオバンニ・ニナル・ディエロと対戦し3回2分30秒5勝ちで、初防衛に成功した。1999年5月8日、ガブリエル・エルナンデスと対戦し12回3から0の、判定勝ちで2度目の防衛に成功した。 1999年9月4日、トーマス・テイルと対戦し11回25秒3から、例の判定勝ちで3度目の防衛に成功した。1999年11月27日、後の IBF 世界ライトヘビー級王者グレンコフ、ジョンソンと対戦し12回3から例の判定勝ちで4度目の防衛に成功した。2000年3月11日、 リロイド・ブライアンと対戦し12回3から0の判定勝ちで5度目の防衛に成功した。2000年6月3日、トッカー・プドウィルと対戦し12回3から0の判定勝ちで6度目の防衛に成功した。2000年9月2日、元王者、チャールズ・ブリワーと2年越しのリマッチを行い12回、2から1の判定勝ちで7度目の防衛に成功した。2000年12月16日、 シルビオ・ブランコと対戦し12回3から0の判定勝ちで8度目の防衛に成功した。2003年3月15日には WBA 世界スーパーミドル級王者バイロン・ミッチェルと WBA IBF 世界スーパーミドル級王座統一戦を行い 12R 判定勝ちで統一王者となった。同時に IBF 王座の17度目の防衛に成功。 2004年3月27日の WBA IBF 世界スーパーミドル級王座防衛戦で元 WBO 世界ミドル級王者アルマンドクラインクを3王の判定で破って王座を防衛する。この試合をもってボクシングを引退。全階級通じて引き分けなしの無敗のまま引退した世界王者はロッキー・マルシアの以来2人目である。現在は ゴルフのインストラクターをしている。2008年に当年に一試合限りの復帰戦の構想として、ライトヘビー級、クラス最強と言われた元世界二階級制覇王者、ダリウシュミハルチフスキと対戦の話があったが結局、実現はしなかったが、今でも対戦を熱望する人も多い。ありがとうございます。